えー、こんにちは、ッのです今日ちょっとねあのー、皆さんに最近言ってないことがあったんでお届けしたいと思いますけども動画の再生数を稼ぐためにどういうことすればいいかってことなんですけどもこれはね動画を撮った瞬間だけではなくて例えば1週間後も1ヶ月後も1年後も10年後も再生されるような人に必要とされる情報を投げとけばいいんですよこういった普遍的な人の問題解決欲求ってのははっきり言ってずっと一緒なんですよね 例えばねモテる方法なんていうのは多分ね100年前も200年前も100年後も100年後も200年後も必要とされるんですよ特に40代男性が20代の女性にどうやってモテればいいかみたいな方法ってのは世の中にたくさんあるんですよねでそれを自分で放送していけば必要とされますし儲かる方法もいっぱいあるんですよ儲かる方法ねセルフバッグでもポイントサイトでもみんなの銀行でもいいんですけども儲ける方法って本当にちょこちょこっとしたのでいっぱいあるんですよでその時にね いや自分は全然モテてないからとかね恋愛に興味がないからねとか自分が稼げてないからそんな放送しても信用つかないですよっていう言い方もあるんですけどもあの全くこれが勘違いなんですよ仮に自分が全く稼げていなくても人を稼がせることができれば問題ないんじゃないですかだって見てる人は放送してる人が稼いでることを見たいわけじゃないんですよ自分を見てる自分を稼がせてくれっていう欲求なんですよだから放送してる人が稼ごうか稼がないかどっちでもいいんですよ 見てていいいる私を稼がしてくれればいいんですよね。だから気にせずにどんどん稼げる方法を知ってる限りどん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 放送してくださいそしてモテる方法が世の中にたくさんありますはっきり言って視聴者さんは放送してる人がモテることを期待するんじゃないんですよ見てる自分をモテさせてくれそのための情報を教えてくれって言ってるんですよだから放送してる人がモテてなくても恋愛に興味がなくても全く問題ないんですよ多くの人はこれを勘違いして放送を躊躇してるんですけども 非常にもったいないことですよね。で、情報発信っていうのは、やっぱりね、こういうふうに今までの思い込みをどんどん取り払っていかないと。で、マインドブロックをどんどんね、ぶち壊していかないと全然進まないんですよね。要するに稼げない人って、稼げない方法を信じ続けるんですよ。稼げる人っていうのは、稼げることを自分の意に沿わなくても素直に実行してみるんですよ。だって全然稼げてない時に稼ぐ方法を教えることって悪いことですかね。 100万円稼ごうとした時に100万円を稼いでる人からしか襲われないんですかねじゃあ東大合格するのに東大に合格した実績のある人から教わらなければ合格できない合格できないんでしょうかってことですよねそんなこと全くないですよねだからそう考えて思い込みをどんどんね取り払っていくことが大事ですさあもう行動できるでしょどんどんやっていきましょうそれでは